ゴールキーパーはホセ・アウレリオ・スアレス。3バック右から森光大、石尾、石尾はフルス対決。阿部アンカーに白井がいて、インサイドハーフがヒョン・リオと、そして今日は出場停止の杉本に代わって児玉俊斗が5試合ぶりにスタメンとなりました。右に西野がいて、左に西谷、そして2トップ好調の2人です。森海斗と柿谷陽一郎、ともに2試合連続ゴールを挙げています。ゴールキーパー白井、4バック右から小島、井上、庄司、長峰、ダブルボランチは藤村と梶浦、右サイドに島田、左サイド加藤、加藤はここまで6ゴール、2トップは林と杉浦です。林も杉浦もともに5ゴールずつ挙げています。ゴールに近づく軌道のボール、林と杉浦はゴールに近いところだ。ニアへ、柿谷が先に触る。セカンドボールはシュートを打っていく。最後は梶浦、こぼれ球梶浦、ミドルシュートがありました。徳島の守備の時間が続きます。島田触って小島、ここはポストプレー、ゴール前2人、シュートを打っていく。これは徳島の選手に当たっていましたのでコーナーキックです。さあしかしここはスルーしてスペースへ出した。少しずれてしまったが、最後長峰のシュート、ここはブロック。長峰のシュートに対して徳島の選手体を入れてしっかりとブロックしました。ここ斜めのパスからですよね、まあ、2トップの関係でフリックして、ワンツーで出ていくっていうような感じですよね。こだわりについてはいかがですか。なかなかやっぱりこうインサイド、まあ、相手のインサイドハーフ、まあ、ダイヤモンド型の右サイドでいう、まあ、今でいう小野原のところでしょうね、しっかりとマンツーマン気味に中盤のところはついてきてますから、まあ、このような形剥がせばチャンスになりますね。裏へのボール、さあオフサイドありません。森光大です。失礼、森海斗、森海斗です。森海斗シュート、目覚めびっくりするようなシュートが決まりました。3試合連続ゴールです、森海斗。まあ、うまく小野原の守備をかわして、で相手もしっかりとハイライン引いてますから、その裏のところを盛り返して狙ってましたよね。ボールもしっかりとスリッピーなので、まあ、裏にもしっかりと抜けてますし、あとはまあここシュートのイメージをね、持ってますよね。で少しこう右アウトサイド出してパーを狙うような、まあ、イメージを持たせながら、まあ、逆にニアを狙ったような感じで、相手の駆け引きも、まあ、非常にうまく取った中で、まあ、ニアを射抜く素晴らしいシュートでしたね。蹴るのは藤村、浮かせて、さあ競り合った後のボールです。ヘディング押し込んだ、しかしスアレス掴んだ。さあそして金沢、秘密得点の取りやすいセットプレー、ファーサイドシュート、一瞬フリーでした。そうですね、最後加藤でしょうか。アウトスイングで、まあ、大外にうまくこうプラウェイして入ってきましたね、加藤が。はい、交代を待っています金沢。金沢の方がまた選手交代ということになりそうです。さあ西谷ドリブル、2人がチェックに行きますが、西谷のシュート、こぼれてシュート押し込んだ、追加点徳島、またまた森海斗、今日2ゴール。あの後のこぼれ球よく詰めていました、森海斗。そしてビルドアップのところでうまく阿部がこう持ち上がれるタイミングと、あとはまあ西谷に対してスペースと時間がこうあって、まあ、得意のドリブルのところですよね。あえてまあいるんですけども、抜き切る前にシュートを放って、でタイミングが少しこうずれて、まあ、白井が反応したんですけども、まあ、最後のところは森海斗がしっかりとゴール前詰めてましたね。あとはもう決めるだけ。さあキッカーは藤村です。低いボール、速いボール来た、こぼれ球をシュートを打っていく、パンチングです。今のは枠を捉えていました、梶浦ですね、はい、まあ、枠いってましたし、非常にコントロールされたね、右足のキックの精度ありますね。ボールが少しこう伸びていくような感じもありましたし、
ハンド、失礼、カジューラ再び入る、戻してミドルシュート、ここもスアレス、もう一度押し込むか、オフサイド、オフサイドです、オフサイド、ここはスアレスが立ちはだかっています。あ、ここはさすがのスアレスですよね、まあ、シュートストップのこともそうですし、試合終了です。徳島ヴォルティス、ホーム8戦目、ようやくホーム初勝利をつかみました。これで勝ち点が17、6試合連続負けなし、森海斗の2ゴール、徳島ヴォルティス逃げ切りました。そしてクリーンシートでの勝利は今シーズン初。